こんばんは、ボスケです。今日は曇ってますので、このね ZWO の可変ウェッジプリズムを水平に取り付けるジグを作りましたので紹介したいと思います。ところでね、このウェッジプリズムのメーカー名って ZWO でいいんですかね。今までねずっと疑問だったんですよ。ツボーとかねズボーではないですよね。あまりね聞き慣れないメーカーなので、ちょっと未だに分かんないです。誰か知ってましたら教えてください。ということで、この可変ウェッジプリズムを使い慣られている方はご存知だと思うんですけれど、ここにねプラスチックのネジがついてまして、このネジをね右側に取り付けて地面から水平になるように設置するっていうことなんですけれど、まあ、説明書を見るとね、うん、なるほどと思ってたんですけれど、実際使ってみるとね結構ねこれね合わすの難しいです。ではね、ちょっと今全力で水平に合わしてみますね。こんなもんでしょうか。でね、今まではね、まあ大体合ってればいいんじゃないかなと思ってたんですけれど、あんまり良くなかったです。やっぱりねここね水平にねきちんとね出さないと、やっぱり待機色分散がね残ってしまいますね。ということで今回作ったのがこれですね。水平を正確に知るためのジグ。ここのね針とねこの糸がちょうどね一緒に合っていれば、水平に取り付けられたっていうことが分かるためのジグなんですよ。これがあると安心感が持てますよね。今ね全力でここが水平だってやったので、まあほとんど合ってるんですけれど、毎回毎回ねこれをね合わせられる自信がないです。でご存知の通りね、赤道儀ってね動きますよね。じゃあね、この状態になっても本当に水平に合わせられるかどうか。特にね望遠鏡がねこのようにね鏡頭も傾いてて赤道儀も傾いててって状態だと、このネジがね本当に水平になってるかどうかってね本当に分かりづらいんですよね。そのためにこれなんです。鏡頭がねこういうふうに動いてもこれを見ながら合わせる。常にね水平出しができるわけなんですよね。というわけで今回作ったものがこれです。まあ非常に簡単シンプルなものです。ここにねネジがありますよね。ここからね90度離れた場所のここの目盛りの位置にこのようなものを取り付けています。ここの金具が額縁とかをねぶら下げるための吊り金具ですね。そこにこの糸とナット、あとこっちに牛乳パックで作った針をつけてます。まあね、何せ材料がないのであるもので突貫で作りましたが、まあ、これがねうまくいけばもうちょっとねしっかり作りたいとは思います。でね、まあこれを止めているのは印紙ロックですね。まあね、私は工作が苦手なんで、まあ、この程度のねレベルのものしかできませんけれど、まあ、工作が得意な方はねもっとねいいものができるんじゃないでしょうか。まあ、アイデアとしてはこんなもので、まあ、水平が分かるジグが作れますよということですね。ということで、まあ、今回は非常にニッチな動画ではありますが、まあ、どなたかの、ね、ためになればいいかなと思って作りました。それではありがとうございます。失礼します。